レトロニュース。あ、線路に傘が。電車が来ていなければ取りに行ってはいけないんです。ホームから見ると簡単に線路へ降りてまたホームへ戻れそうな気がするけど、実はホームから線路って意外に高いんです。一度降りたらなかなか自力では上がれないの。それにすぐそばには電車に電気を送るサードレールがあるからとっても危険なの。もし線路に降りている人がいたら非常停止ボタンが押されて電車の運行にも支障が出るし、ちょっとのつもりが多くの人に迷惑をかけることになってしまいますよね。何より命の危険があるから絶対やめてください。でももしも線路に物を落としてしまった時はどうすればいいんでしょう。そんな時は焦らず慌てず駅社員さんに声をかけてくださいね。駅社員さんが落とし物を確認して電車の走行に危険がないかを判断した上で終電後に回収してくれます。最後に駅社員さんからメッセージをいただきました。駅社員であっても線路に乗ることはとても危険ですし、電車の運行を止めてしまうことになります。回収した落とし物は駅でお預かりしますので後日取りに来てくださいね。ここからはお出かけ情報を紹介します。大阪メトロマニア、本日紹介するお店はパンとお話、アップルの発音。各パンにオーナーが考えたストーリーがある想像力あふれるお店。一押しはキューブ型の箱レター。ブレンドした国産小麦に卵は不使用、ヨーグルトの天然酵母が醸し出す爽やかな風味がたまりません。谷町線平野駅5号出口より徒歩約5分。ぜひ行ってみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。もしよければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。